日本最高峰の正統派美人女優、沢口靖子さん。国民的ドラマ科捜研の女は、すでにシーズン20を終えましたが、デビューから変わらぬ美貌で、奇跡のアラフィフとも呼ばれています。さて、不思議なことが多い芸能界。中でも、永遠の謎とまで言われるのが、沢口靖子さんが今も未婚であること。これほどの美女がなぜなのでしょう。何か危険な香りもしますね。気になるので調べてみることに。沢口靖子さん、本名は芸名と同じで、1965年6月11日生まれの55歳、大阪府堺市のご出身で、元国鉄職員の父と母と、3つ年上の兄との4人家族。最終学歴は大阪府立専用高等学校を卒業。その類まれな美貌は、幼い頃から有名で、小学校の頃には、あまりにも可愛すぎて、教壇に立つ先生から見ても、彼女だけオーラが半端なかったのだとか。ですが、そんな見た目であっても、とてもアクティブな女の子で、中学に入ると、体操部やテニス部で活躍。そして、偏差値が67もある有数の進学校、大阪府立専用高校に入学してからも、勉強とテニスに明け暮れていた。沢口靖子さん、その桁外れの美貌だけでなく、頭脳明晰でスポーツもできる才色兼備の彼女。高校時代には、すでに特別な存在で、ファンクラブまであったとか。彼女見たさに、通学時には、追っかけまでいたほどで、彼女が乗る電車の車両は、沢口靖子専用車両と呼ばれるほど、人気があったのだとか。それだけ目立つのですから、てっきり、どこかでスカウトされたと思っていましたが、実はそうではなく、意外にも、同級生の親友が推薦して、あるオーディションに応募したからだそう。後に、あの人気バラエティ、スマップ&スマップで、飛ぶ鳥落とす勢いの木村さんを、その天然な発言で目を点にさせた、沢口靖子さん。実は、その応募の際も、奈良教育大学への受験の準備で、テンパってたこともあって、すっかり忘れていて、締め切り当日に気がつく始末。親友の機転で、なんとか事なきを得たのだとか、そのおかげでというか、あとは王道を突き進むだけとなります。応募した第1回東方シンデレラのオーディションで約3万人の中から、見事グランプリを獲得した沢口さん。審査員も彼女の美貌に驚いたでしょう。まさに鳴り物入りの芸能界入りだった。沢口靖子さん。彼女をテレビで初めて見ることになったのが、伝説のドラマ、太陽にほえろでした。そして、映画、刑事物語三種押さえの歌で、本格的に女優デビューし、その挿入歌で、歌手としてもデビューすることに。映画、ゴジラでは、第9回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。デビュー、2年目にして、NHK 連続テレビ小説、身を尽くしの、ヒロインに大抜擢され、その美貌と演技が大評判となり、彼女の人気を決定づけることに。たった2年で国民的女優となった沢口靖子さん。短期間に女優や歌手、グラビアにと、すべての可能性にチャレンジしますが、最終的に女優業に専念することに。デビュー後、すぐ主役をこなさねばならず、演技の勉強も現場で学ぶしかなかった彼女。それでも女優として生き残ったのは、彼女の持って生まれた天分なのでしょう。今や、押しも押されぬ大女優の沢口靖子さん。しかしながら、その類まれな美貌と天分だけで、乗り切れるほど芸能界という世界は、甘くはないのもお分かりでしょう。しかし、彼女だけは違ったのです。過去の一流と呼ばれる女優さんたちを振り返ると、一目瞭然。通常であれば知名度を上げるため、デビューしてすぐは露出度の高い
水着でのグラビアは必須ですが、沢口さんはそれも極めて稀で、大人の女優としてのステップでもある。濃厚な濡れ場も一切ないまま、清純な魅力だけで、常にトップクラスにいるわけです。何か特別な仕掛けがあったのか、そう思ってしまうのも当然でしょう。さらに、不思議なことがあります。それは、これだけの美貌でありながら、芸歴37年にもなるのに、結婚の噂などは皆無、恋愛の噂すらほぼないことです。それでも、過去には、わずかに3人いて、俳優の阿部寛さんと松岡修造さん、弁護士で元参議院の丸山和也議員、丸山さんはさておき、あとの2人はというと、阿部寛さんは、後に、モデルから俳優に転身したばかりの頃、彼女と共演した際に、沢口さんを関係者のいる中で、デートに誘って、それが元で、しばらく干されてたと、自分の本の中でも書いてますが、付き合ったという証拠もなく、松岡修造さんは沢口さんのファンで、しかも父親が沢口さんが所属する、東宝芸能の社長さんだったという、縁はあったようですが、当時、松岡さんの父親は、うちのトップ女優が松岡修造のような、三流テニスプレイヤーと付き合うはずがない。こう切り捨てていますから、付き合うなんて無理だったでしょう。安倍さんの件はほぼ事故としても、どちらもが、結果的に何もなかったことになっているのは、不自然で何かのスケープゴートなのか、とすら感じてしまいますし、影の力の存在を感じずにいられません。実は、その影の力の主とは、とんでもない大物だったのです。その人物とは、西武ライオンズの元オーナー堤義明さん。あの西武王国のドンだった男。バブル時には、フォーブスで日本人として、世界の長者番付1位となった人物で、当時の総資産は3兆円もあったといいます。総会屋への利益供与やインサイダー取引で、現在はその座からは退いていますが、当時は、政界も含めて、その潤沢な資金力で、影のフィクサーとまで言われていました。それほどの力を持っていましたから、沢口さんがプリンスホテルグループのキャンペーンを引き受けたことから、関係が始まったとしても、あながちなのではないでしょうか。しかし、その後20年余りにわたって、沢口さんが堤氏の愛人だったという、噂はあっても証拠があったわけでなく、軽井沢の別荘をもらったとか、一緒にゴルフをしていたという噂は、ことあるごとに流れていて、二人の関係はすでに業界では、公然の秘密に近いことだったとも。だから、変な虫がつくわけもなく、触らぬ神にたたりなし、沢口さんがデビューした直後から、水着姿や濡れ場をやらずとも、王道を歩み続けることができたのも、すなわち、堤氏がバックにいたからだと、漏れ伝わってくるのです。結婚願望があまりない、とはっきり語っていたこともある。沢口靖子さん、結婚しない理由は、他にも、出生地や信仰宗教が、関係しているとも言われますが、それも根拠がなく、理由は、どうあれ、結局のところは、よっぽどの相手が現れない限り、結婚しないのは確かではないでしょうか。英雄、色を好むのご多分に漏れず、堤氏と女優との噂には、いとまがなく、吉永小百合さんはじめ、三田佳子さん、南野陽子さん、伊藤美咲さん、佐藤恵理子さん、などの名前が上がるほどでしたから、火のないところには、ということでしょうか。堤義明さん。現在は、実業界からは身を引いたものの、JOC 最高顧問へ就任されていて、混迷を増す東京オリンピック、本領を発揮することができるのでしょうか。沢口靖子さん。国民的ドラマ、科捜研の女では、すでに20年を数えますが、
これだけのロングランとなるのも、その美貌だけでなく、周りへの細かな気配りができるからだと言います。そして、何より、彼女の本当の素顔は、気さくな何話の女だというのも、俳優仲間やスタッフの誰からも愛される、ゆえんかもしれません。清潔感あふれる美貌に、ますます磨きをかけて、頑張っていただきたいですね。これからも応援しています。